疲れ様でした。あ、お疲れ様です。忙しい中でもやっぱりブログに写真を上げ続けるっていうのはもう、はい、そうですね、やっぱり自分の原点はブログなので、最近上げたやつとか見せてもらうとか見てほしい。橋本環奈さんとしてます。天使今人気の、はい、本当に似てますね。そうですよ。今日はこの後どういうご予定なんですか。実はこれから韓国に行って、はい、イベント後はそのまま韓国へ。2泊3日という強行スケジュールで美容の取材などの仕事をこなしたザワチン。帰国後息つく暇もなく地元群馬へ。地元ですね。地元ですよ。この日は地元群馬県太田市でのイベントに呼ばれたザワチン。メイクは大体1日に何回ぐらいですか。メイクは本当に多い時は4回ぐらい。そこに、おはよう、会いました。はい、私の母です。こちらはザワチンのお母さん、小沢アロナさん。忙しい娘の仕事面でのサポートはもちろん、食事面でも娘をしっかりとサポート。これです。はい、アドボって言うんですけど。アドボとは酢に漬け込んだ鶏肉や豚肉とじゃがいも、玉ねぎなどの野菜を煮込んだフィリピンの代表的な家庭料理。お袋の味を早速した口。うん、うん、ちゃんと帰ってきて美味しいです、うん、これザワチンの好きな料理。はい、好きな料理なんです。お母さんの手料理でスタミナをつけたザワチンは地元の人たちが待つステージへ。さっきのキャラクターがいる。ザワチンさんの登場です。この日のイベントには300人が集まり大盛況。地元の人に愛されているザワチン。でもなんかみんな本当アットホームなのですごく楽しかったですね。超多忙な毎日のザワチンですが、母の手料理と地元の人との触れ合いで癒されたザワチンでした。